今度は、今度こそ絶対に止めてみせる。待ってろよ、葵。今度こそ、あの壁を螺旋岩でぶっ壊してやるってばよ。
ったってばよ。よし、待ってろよ。Thank you.
兄ちゃん、また。それに、なんで私の名前を？名前だけじゃない。お前のこと、いろいろ分かったってばよ。いろいろ？母ちゃんを助けたくて、影法師のことや生命樹のことを必死に調べてたこととか、自分から影法師の生贄になるって言い出したこととかな。そういう話をいろいろと聞いてさ、ようやくわかったんだ。お前は生贄のためじゃなくて、母ちゃんを助けるために影法師のところに向かってるってな。お前の母ちゃん、すげえ心配してたってばよ。何度も俺にお願いしますって。すげえ。ったく、あんまり無茶すんじゃねえってばよ。さーて、あとは俺に任せとけってばよ。え？お前の代わりに影法師から生命樹の葉を取ってきてやるよ。でも、きっと影法師には話なんか通じねえ。あいつを倒さなきゃ生命樹の葉は手に入らない。お前はここまで頑張ったんだ。こっからは俺に任せとけって。なんで？なんで他人のお兄ちゃんがそこまで。へへ。葵と母ちゃんが一緒に笑ってるとこが見たくなっただけだってばよ。私とお母さんが。あ、そうだ。そういえばこれ、お前の母ちゃんから預かってたんだ。これ、いつもお母さんが持ってたお守り。お前のことを守ってくれるってさ。しっかり持って、ここで待ってろよ。絶対、生命樹の葉は取ってきてやるからな。お兄ちゃん。
してやる。空空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